作詞とかしたことないんだよな私。あ、いいいいフレーズ思い浮かんだ。バンマに見れば好き、強人だってできるもん、初心者が一から曲を作ってみたー、イエーイ。自己紹介プレゼンの時に作った曲完成させようかなと思って。あ、出た。5週にわたってこれをお送りします。あの動画の最後エンディングやばいね。やばい、ちょっとみんな見てください。本日は1回目なんですけど、今日は私が歌詞を書いてメロディーをね作りたいと思います。これがね土台となります。で、次の回では歌以外の楽器の音を入れます。はいはいはい。で、次の回ではなんとガチャスにドラムを演奏してもらいます。いや、もう2回目で音楽全部入れてんだからいらんやん。いや、ガチャスの音がいいの、やっぱドラムの音、私の声とガチャスのドラムがねああマッチしていいじゃないですか。そうですね、はい。次の最後の2本ではなんと PV を作ります。いや、この PV がもしかしたらね、バンマリのオープニングになるかもしれないから。いや、やばいでしょ。PV オープニングに入れたらやばいって。せめてエンディングにしてくれ。じゃあエンディングにしますか。してください。もしかしたら使われるかもしれないので、はい、ちょっと気合を入れて作っていきます。はい。じゃあそれでは早速、やっていこう。バンマリ！じゃあちょっと歌詞を書いていくんだけど、めちゃめちゃ迷うな。作詞とかしたことないんだよな私。よく小学校の頃に詩を授業で作ってたりしたのを思い出しながらちょっと書いてみます。どうしよう、どうしよう、タイトルから考えようかな。したタイトルから考えよう、その方がテーマ絞れるな。よし、タイトルは君と作るバンマニ。もうこの時点でどう、かっこよくない？いい感じの歌詞できそう。バンマニを見て、見てる子たちがどういうことを思うのかなとか、どういうことを思ってほしいなとか、なんかそういうものを想像して書いていきます。あ、スラスラ出てくる。あ、いいフレーズ思い浮かんだ。曲作るときにさ、 A メロ、B メロ、サビっていう構成にした方がいいなと思って、君と作るバンマニにもそのねパターンを取り入れてみました。まあ、結構スラスラと詩の部分は書けたんだけど、ちょっとまだ音がメロディーが浮かんでないので、それだけちょっと整えていきます。いや、難しい、作詞作曲って。バンマニ、はい、曲できました。ちょっとね、どんな感じになってるか私も不安なんですけど、ちょっと皆さんにサビの前半だけお届けします。じゃあお聴きください。君と作るバンマニ。バンマニ見れば好きいっぱい、いつもの好きがそこにある、そうさ君にも来るさ必ず、新しいおもちゃとの出会いが。はい、サビの前半までお届けしました。ちょっとね、この先は、次の動画でのお楽しみということで、今日はここら辺で終わりにしたいと思います。次の動画もお楽しみに。バイバイ。バンダイマニア。バンマニではバンダイの商品やサービスの情報を皆さんにたくさんお届けしてます。今日のおすすめ動画はこれ、みんな絶対見てね。キョーティンのミニミニ豆知識。今日の豆知識は音楽の豆知識。みんなドレミファソラシドが何語か知ってる？日本語でも英語でもドイツ語でもありません。実はイタリア語なんです。みんな知ってた？ちなみにアメリカなど多くの国でも日本と同様にドレミファソラシドが使われています。あさっても見てねー。